えさて岸田総理大臣は先ほどから来日中の韓国のユン・ソンニョル大統領と共同の記者会見に臨んでいますユン大統領との首脳会談において現下の戦略環境の中で日韓関係の強化は急務であることそして1965年の国交正常化以来の 友好協力関係の基盤に基づき日韓関係をさらに発展させていくことで一致をいたしました先般韓国政府は旧朝鮮半島出身労働者問題に関する措置を発表しました日本政府としてはこの措置を非常に厳しい状態にあった 한국과 일본은 자유, 인권, 법치에 보편적 가치를 공유하고 안보, 경제, 글로벌 어젠다에서 공동의 이익을 추구하는 가장 가까운 이웃이자 협력해야 할 파트너입니다. 両首脳はこの後、すき焼き店で夕食会を行いますが2次会の形で東京・銀座の洋食店レンガ亭を訪れる予定です。